アメリカのブリンケン国務長官は19日、気候変動問題について、国家の安全保障に直結する最大の課題だと述べ、アメリカが国際社会を主導して、問題に取り組む決意を示しました。22日から始まる気候変動サミットを前に、ブリンケン長官は演説し、 直ちに地球温暖化対策を講じなければ国家安全保障に大きな影響を及ぼすと強い危機感を示しましたその上で各国に対策強化と国際連携の必要性を訴えました一方再生可能エネルギー分野では中国に遅れを取っているとして対抗する姿勢を強調しました